ラジオ伊集院光とラジオと11月26日月曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。なんかすっごいテンション上がる話ね、はい、話。あ、なんでしょう。さっきした話の、はいはい、ちょっと名前を伏せます。名前を伏せますが。わかりました。はい。都内の某何でもない商店街で、はい、で、僕は後輩芸人と一緒に、まあ、ただただ、歩いてたんですけど、そこに、超有名女優さんが、プライベートでいて、はい、で、それにいち早く気づいて、うん、やっべえやべえと思って。はい。うわ、うわと思うんだけど、はい、僕自体はその知名度云々よりもがたいがあるから、もう周りの人にもう伊集院さんこれ食べてってなんて言われてるわけ、うん、でその人は、女性は、まあオーラを消すモードに入ってる上に、いろいろこうおしゃれかつ分かりにくいようにしてるから、はい、こうあんま周りに気づかれてないから、うんうんうん、声かけられないわけ。ああ、そっか。でもなんかこうジタバタしちゃうぐらい、うわ、すげえすげえってなるんだけど、はい、一緒にいた後輩芸人の、まあ、お天気ゴーくんっていつも俺に付き合ってくれる後輩芸人がずーっと、はいはいはい、こんなところに芸能人いるんですね。こんなところにプライベートの芸能人いるんですね。俺テンション上がっちゃいましたよってずーっと言ってんのね。はい、しばらくはそうだなってたんだけど、はい、俺は一応さ、はい、ジャンルとしてはそうじゃん。そうですよ、ね、目の前にいるのにそう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 、こんなところに二人芸能人、いや一応お前もだけどねっていう芸名もついてるしっていうなんだけど、はいはい、上がるね、やっぱ。なんかやっぱり、なんかテンション相当上がりました。じゃあ結局話しかけはしなかったんですか。話しかけられなかったな。だってよくわかんないのが、しかもその今もごめんね、その名前出さないのはやっぱりプライベートで いたよっていう話がどうなっちゃうかわかんないから、今この世の中いろいろこうもあるからね、なんか言えないじゃない。はい、で結果誰にも言えなくて、なんだかわかんない、うちのマネージャーに自慢するっていう。うちのマネージャーにわざわざメールで今さーっつって。そうですかなんつって。マネージャー冷静だったんですか。マネわかんない、メールの文面からはまあまあ冷静な、そりゃいるときはいるでしょうねみたいな、そりゃいるでしょうねみたいな、普通のね、あのメールで、はいなんつってね、終わりましたけどさあ、おかげさまでちょっとテンション高く始まりましたが、じゃあ今日のメッセージテーマから。はい、はい、今週のメッセージテーマはネットの履歴教えて。なんかネットの履歴、はい、一番わかりやすいのはヤフーとかグーグルとか、うん、あそこで何にも入れないでクリックすると、はいはい、最近検索したものがずらっと出るじゃないですか、はい、であとは普通にまあ、履歴っていう言葉で言うと、うん、インターネットの履歴とか見ると最近どのサイトを見たかとか、はいはい、あとネットのお買い物の買い物購入履歴とか見ると何買ったかとか出るじゃないですか。はい。あれたまに見ると面白くない、なんか。なんか自分の行動が見えてきますよね。そうそうそう。見えてくるっていうか。なんか見えるでしょう。はい。新井ちゃんとか普通に見ると何出てくる今。私、物だと雑貨とか家具とかが多くて、最近テレビ台を探してるんですけど、うんうん、だからフルオーダー。テレビ台で探してるんですよ。はぁ、なにそれは何、市販に売ってるやつあんまこうしっくりくるのがない。まだ来てなくて、でもこの際作ってみようかなって思って見てる。一からすごいね。で意外に探すとはあるよね。あ、売ってるとこってなんか、うん、ありますあります。そういうさ、こうそういう専門店あんのかどうかよくわかんないようなものっていっぱいあるじゃん。それもさ、はいはい、探すとさ、うん、あるよね、あるんだこういうお店みたいな。そう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 。今ね、北海道のその家具屋さん見てるんですけど、で実際にそのありものもあるんですけど、フルオーダーも受けたまわりますっていうスタイルだから。それで言うと、はいはい。そのお天気のゴーくんが、はい、ね、まあまあラジオお聞きの方にはお天気ってなんだよ、まあまあそういうコントの、はい、コントの3人組でお天気ってのはいるんですけど、はい、そのゴーくんって名前ね、うん、でお天気のゴーくんが、うん、今度コントのネタで僕ザギトワの役をやると、
ザギトワってフィギュアスケートの。フィギュアスケート、ロシアのフィギュアスケートの。はい。ザギトワの役をやるんですけど。うん。その、彼女が着てた。はい。ピッチピチの長袖の。はい。虎の柄のシャツがどうしても欲しいと。はい。ね。うん。でさ、彼女はそのフルオーダーの全身タイツみたいの着てるけど、はいはい、なんかそのめんどくさいこと言うんだよ。彼の言ってる設定では、試合終わってヒーローインタビューみたいのしてるところのコントだから、はい、まあその普通にジャージ着てんだけど、ジャージの小前空いてるところからその虎柄の、あの衣装が見えてて欲しくて、はい、そのピッチピチの虎の柄の T シャツが欲しいんだと。はい。そんな、その、そんな趣味の悪いもん売ってる？趣味悪いって言わないでください。あれはさ、あの競技中に、はい、ザギトワが、衣装だから、衣装だからいいもんだけど、はい、そのゴー君が今買おうとしてるの長袖のピッチピチの、しかも、はい、あいつの持ってる金1500円以内で買える、虎の柄のシャツなんだけど。ないかな？な、え、ありました？どこで売ってるよ、そう。え、なんかドンキホーテとか、あの、衣装とかでありそうじゃないですか。で、それで結局のところ、ネットで、はい、ないだろ、そんなのって、ネットで検索したら、出てくるね、出てくるっていうか、まずは画像をザギトワで検索して、ちょっといろんな衣装着て、はい、あ、お前の言ってんのはこの時の彼女のやつねってなって。はい。で、さらにはその虎柄シャツ、ピチピチ、ピチティ、長袖みたいで引いていくと。ピチピチポイントなんですね。ピチッとしてなきゃダメなんだ、ね。そうか、そうか。ほんで、引いていくと、うん、それなりに出てきて。へぇ、何用なんですか？普段着用なんですか？そうだろうね。だからこれ難しいのは、売ってるからにはそうか。あんまりセンスが悪いとも言えないよね。私着てますけど、なんていう人もいますもんね、それはね。出てきてびっくりしたりとか。はい、ね、今まであなたは今、最近あの、何で検索しましたかっていうことなんで。はい、ね。でも優雅なことでみんな検索してんなと思ったのはね。はい。ラジオネーム悪魔がおるさんから。夜勤で夜明け前に自転車を漕いで家に帰るんですが、うん、ここ数日晴れた東の空にやけに輝く星がある、うん、最初に見た時は低空飛行する旅客機かと思ったくらい明るかった。おで、履歴ですが、はい、それを調べたくて11月東南東惑星、はいはいはい、これが検索履歴残ってると。でどうやらこれは金星だということ。へー。まずその11月東南東惑星で調べて、どうやら金星っぽいから金星で調べてってやって、はい、最終的に明けの明星金星で、これは間違いなく時間的にも方角的にも金星だということが分かったっていう。へぇ。ちょっとでもさ、うん、かっこいいよね。かっこいい。だってその履歴に書いてある虎柄のピチピチの長袖、虎柄ピチピチ長袖 T シャツより全然いいよね、これね。全然いいですね。いやまあまあ良くも悪くもネットの履歴何かありましたら送ってください。はい。メッセージの宛先こちらです。メールアドレスは ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp、ファックスは0355620954、0355620954です。また番組のホームページにある投稿フォームやメール投稿アプリ伊集院光とラジオとスマホとからも送ってください。はい、おはがき封書は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとメッセージ係まで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光カルトラジオと11時までよろしくお願いします。伊集院光とラジオと、今日10時からのゲストコーナーには女優の南果歩さんが登場。女優としてのお話からプライベートなお話までたっぷり伺います。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時41分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。毎月26日は風呂の日です。
これからの季節、すっかり凍えた手足に温かい湯船は最高ですよね。今聞いてさ、反射的にさ、はい、え、1ヶ月に1回しか入んないのって思っちゃったけど、そんなわけはねえだろ。違います。そんなわけはねえだろうと。はい、ところでですが、なぜ浴槽のことを湯船と呼ぶのかご存知でしょうか。江戸時代、銭湯は町の中心部にしかありませんでした。そこで町から遠い場所に住む人々のため、湯を張った浴槽を乗せた船が水路などを利用して各地を回り営業していたといいます。本当？はい、この移動式銭湯を湯船といい、その後言葉だけが残って浴槽本体を示すようになったと言われているんです。冷めないの？確かに。そういう感じ、サメの、なんか、ま、はい、まあ、要は軽トラみたいなことだから、はいはいはい、それを方々で設置して、ある程度薪で沸かすのかな。じゃないと冷めますよね。冷めるよね。最後の方なんてめっちゃぬるいですよね。そうだよね。そんな気するんだけど、へぇ、はい、まあまあ、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 そういうのもあんだ。そういう説があるっていうことね。そうなんです。さて、お風呂上がり、お休み前のひとときは、ゆったりと気分くつろぐお部屋の香り、日本香堂の香水香、花の花をおすすめします。伝統的なお香に香水の華やかさを合わせ持った、バラ、ユリ、スミレ、3種類の優雅な香りのお香です。100年の時を超え愛され続ける名香、香水香、花の花をどうぞ。日本香堂からのお便りでした。全然この風呂の日と関係なく、はい、朝話したじゃん。ええ。あの、昨日の夜も眠くて、お風呂入るのめんどくさくて、はい、で、今日女性の前でパンツ一丁になるのに、はい、入らないわけいかないっつうんで。朝俺、ね、4時に起きて、はいはい、4時に起きてお風呂を沸かして、きちんとお風呂入ってから来たのね。おしたらね、リズムがおかしいなんか。湯船にちゃんと寒いからさ、はい、すぐ出ると風邪ひいちゃうからさ、うん、すっかり肩まで使って、芯まで温めて出てきたら、はい、なんだろうね、リズムが変。リズム変。もうずっと、ずっと変なんですよ。さあ、はい、皆さんからのお便りメッセージ、ネットの履歴を教えてということですが、はい、あんまり素敵なのばっか読んじゃうと素敵じゃないの読みづらくなるかな。ね、うん、ラジオネームよっちゃんさん。60歳。女性。私が最近検索したのは、紅葉した桜の落ち葉で布を染める方法。やっぱ素敵じゃないですか。ちょっと素敵。やっぱなんか生活が見えてくるよね。以前は玉ねぎの皮で染めてみました。はい、検索して 4,5 人の方のやり方を参考に手芸用の糸や布を染めました。はい、葉は煮出します。検索だとピンク色もあったけど、私のはほんのりピンクのベージュです。へえ。そう、なんか昔何回習ったよ。なんか桜の木のピンク色は別に葉っぱ花が咲いた時だけじゃなくて、はい、その、花が全くついてない時から用意されているみたいな。桜の木の皮とかで染めるとピンクになるんだって言うんだよね。色素があるんだ。入ってるみたいなを読みましたね、昔ね。玉ねぎはオレンジ色になるんですよ。そうなんだ。みたい。すごいね。面白い。で、多いのは、そうね、食材系はみんな一生懸命やってるみたいで。あ、確かに。アイディアね、転がってますもんね。例えばね。はい。でもレベル高いな。セカンドサンサン。はい。あんこを、さばき方。え？で調べました。はぁ。へぇー、いいね。検索履歴見ると面白い出てくるね。あんこをスペース、さばき方、スペース、まな板。うん。近所のスーパーで、あんこうが丸一匹で売られていたという話を聞いて、はい、自宅でさばけるものか調べてみました。うん。で、まあ、結果、あったんだろうね。そういう参考になるやつが。はい、今度見かけたら買ってみようと思います。へぇー。あんこうさばき方だと、プロがやるあの例の吊るし切りっていう方が出ちゃう。
吊るし切り、なんかあんこうの、はい、その口のところフックで引っ掛けてぶら下げて中に水をバンバンに入れて、はい、パンパンに膨らまして切るっていうのがプロの切り方なの、うん、ほうほうほう。でもそれはお家じゃできないじゃん。そうですね。あんこうを吊るす、あんこうを吊るす器具でまた検索して、ま ね, ね、さらにアマゾンでやってかなきゃならないから。何があるかわかんないですね。そうでしょ。だから大変だ、できないから。おそらくこの検索の上手い人ってさ、ここにちゃんとスペースまな板入れるよね。あー、そっか。そうなの。俺ね、うん、行った先々でスタンプをしたいから、はいはい、暇な時にまた錦糸町で錦糸町駅周辺、はい、スペーススタンプで探すんだけど、はい、スタンプっていう言葉にあの LINE のスタンプがみんな当たっちゃうから、へー、全然見っけらんないわけ。はい、でそういう時に何を入れればいいんだろうっていつも思うんだけど、はい、こういう上手な人ってさ、このあんこをスペースさばき方の後にまな板入れんだよ、ね、もう一個ね、もう一個なんか入れんだね。あ、さあ皆さんもちょっと自分で開いて、もうスマホでもね、スマホの検索でも履歴見れますんでね、うん、こんなのあった、そういやあの時はこういう理由で検索した、ありましたら送ってください。さあメッセージテーマ、ネットの履歴教えてですが、はい、皆さんも手元にスマホありましたら自分がどんなこと検索してるのかとかちょっと見てね、うん、そのままメールで送っていただきたいと思いますが、ラジオネームゴリマルさん、最近検索した検索は、うん、突っ走り源太郎かな、突っ走り元太郎かな、うん、あの元旦の元に太郎で突っ走り元太郎、うん、孫が野生児というかお外が大好きで、目を離すとどこまでも走って行ってしまうので、はい、お前は突っ走り源太郎かと言っては見たが、その言葉の響きだけ覚えていて、もともとこれが何だったのかわからない。うん、うん、何だったんだろう。これで突っ走り源太郎で検索したところ、どうやら野球の漫画だったんだな。なんかでも内容は覚えてないや。突っ走り源太郎って言葉自体はとっさに出るぐらい脳裏に焼き付いてるのに。はいはいはい、そうだよね、うん、なんかさ、うちのお袋とかがさ、骨川筋右衛門とか言う。はい。そもそも骨川筋右衛門ってどなたみたいことは全然わからない。はいはいはい、確かに。一回検索してみると、あー、筋右衛門さんこの方ですかみたいなのがもしかしたら出てくるのかもしれないし、あと、うん、やっぱフレーズだけ覚えてて元がわからないっていう。あ、私返事だけよしこって呼ばれてた。それあるかな、返事だけよしこ。それがだからお母さんのオリジナルキャラなのか、はい、返事だけよしこの冒険っていうのがあったのか、返事だけよしこの冒険単行本で25巻出てるよなんてこともあるのかも知れないし知れないし、いや結構そういうの増えてきて、はい、この間も鉄棒している猫を見たら思い出してくださいっていう CM 覚えてる。へー、覚えてない。今ガラスの向こう結構それ聞き覚えあるでしょ。本当？でもそれが何の CM だったのか何にも思い出せないでしょ。おそらく大勢検索すると思うよ今から。だからそのなんかキャッチフレーズだけ覚えてるのに正体が全くわからない CM とかありますから、それ調べてみて。伊集院光とラジオとニュースと。さあ今日の解説は元 TBS 政治部長で流通経済大学教授、龍崎隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんかまあまあそんな軽い話から入るなよって言われるかもしれませんが、はい、僕あの下町ロケット見てましてね、それで途中でちょっとチャンネル変えて NHK 見たら、そのゴーン容疑者のこの一連のこう流れがどういうことなんだっていうそのスペシャル番組やってて、一旦後で下町ロケット録画してるから見るとして、これすげえなっていうか、いろんなことが実は複雑に絡み合ってて、でこれからもだってね、マクロン大統領あたりからそうですね、どうやら動きがあるっていうことで今後どんどん明らかになっていくんでしょうけど、まずはじゃあど真ん中のとこをちょっと整理しとこうということで、はい、なんでしょう、今回逮捕されてるのはどういう件で、それに対してどうやらカルロス・ゴーン容疑者はこういう見解を、うん、言い分を示しているようなあたりを、はい、
はい、わかりました。うん、カルロス・ゴーン容疑者は、まあ、日産の前の会長ということで、はい、まあ、毎年20億円くらいの報酬を得ていたということがあるわけですね。うんうん、ところが、こういった上場企業に義務付けられた有価証券報告書。これはまあ投資家に会社の財務がこうなってますよっていうことを毎年報告して判断材料にしてもらうわけですが、その中に役員の報酬を記載する欄があって、そこには10億円としか書いてなかったということなんですね。はい、つまり20億円受けもらってるのに10億円しか書いてないから、これはこの有価証券報告書に嘘を書いてる虚偽記載であるということで、まあ、この逮捕をされたということなんですね。うんうんうん、で、このことについて、カルロス・ゴーン容疑者は否認をしている。つまり、嘘を書いたんじゃなくて、これ書く必要がなかったんだと、いうふうに主張してるんですね、うんうん。で、その主張の中身は何かといえば、確かに20億円という報酬をもらうことにはなっていたけれども、もらったのは10億円で、残りは取締役、会長を辞めたらもらうことになってたんだと。うん、だから、今もらっているわけではないので、うん、今は10億円しか書かない。しかも、もらうときには取締役を辞めてるので、有価証券報告書に書く義務はないんだと。うん、こういうふうに主張しているってことなんですね。なるほど。なるほど。知見は、後でもらうにしても、今額が確定してるんだから、今書くべきだと言っているわけですね。うんうん、まあ、その中の動機の部分について言えば、ゴーン容疑者は、報酬をたくさんもらいすぎてるんじゃないかっていう、まあ、いろんなこう批判があった中で、まあ、できるだけ額を小さく見せようとしていたということが、まあ、考えられる一つの動機にはなっているわけですね。なんか我々単純にもともと10億からもらってる時点で相当多いぞと、はい、でいて、まあカルロス・ゴーン容疑者からすれば、その世界のスタンダードからしたら、もしくは私がその日産の大ピンチを切り抜けた V 字回復で切り抜けた私の手腕からすれば安いぐらいの、はい、まあまあ話、でそのそこから、僕の最初の感想はね、10億っていう途方もない額だから、はい、10億もらっても人って20億欲しいんだな、みたいなのが基本的な感想でしたけど、はい、なんかでもそれだけじゃもうない。とてつもなく、こう、はい、いろんなことが絡んでて、その、フランスはフランスで、ちょっとこう、日本にはめられたみたいな、ゴーンが日本にはめられたぜ、みたいな話にちょっとなってたりとか聞いてくると、はい、とても複雑ですね、これ。そうなんですね。うん、これ、まあ、日産の、幹部が、まあ、役員が、地方取引でこの中身を、まあ、協力して、はい、まあ、捜査局に、当局に話したということになってるんですが、この人たちは、まあ、日産の多くの人たちは、ゴーン容疑者がもらいすぎだと言って怒って、告発というか協力したんじゃ、どうもなさそうなわけですね。うん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 、実は、その、ルノーという会社と連合を組んで、協力関係を組んでいたけれども、その、やる、ゴーンさんが、ゴーン容疑者が、ルノーに、日産をルノーに合併をするような動きを強めてきた。うん、日産としては、日本の伝統ある会社ですから、うん、そんなことは許すわけにいかない。うん、つまり、合併をめぐる、この対立があって、うん、そのためには、どうも、ルノーさんに、いや、ゴーンさんに失脚してもらわないと、会社がフランスに持ってかれちゃう。っていうことで、何がない、ないかなと言ったときに、この有価証券の話を見つけたと。でも、そういうようなことが本質にはあるんじゃないかなというのが今、見られてるわけですね。で、しかも、その、ルノーっていう会社は、はい、ルノーの株主自体は大株主、筆頭株主はフランス政府だったりするもんだから、はいはい、その、マクロン大統領が、そこをちゃんと日本の日産を、はい、合併しろよって、どうやら、プレッシャーをゴーンさんにかけてる、はい。で、かけられたゴーンさんがそっちに舵を切り始めたところのこれみたいな話出てくると、うん、まあ複雑というか、はい、どこの、ほら、テレビドラマだと、うん、俺は安倍さんの味方ってなるじゃん。うん、そのね、まあ、そうね、そうそう、佃製作所の味方で見ちゃうから、わかりやすいし単純になるけれども、これどこの視点かで多分全然違うことになるだろうし、うん、みんなに言い分があるし、もっと言うと別にゴーン、容疑者が一人でやれることじゃないから、はい、今まで黙認してた日産の内部っていうのも絶対あるわけで、はい、そうですね、とても、こう、これからは、これから相当複雑になっていく話なんだろうなと思いますね。はい、さあ、それからですね、もう一つヨーロッパの話で雑なくくり方かな、ごめんなさい。EU。はい。EU が、まあ、イギリスの EU 離脱の条件、まあ、
EU 側がね、はい、EU 側がイギリス出ていくんならこうしてくださいっていう、その条件をまとめて、で、正式に、これが守れるんなら出てってくれて構いませんよってことですよね。はい、これどういう流れにこれからなっていくんですか？そうですね。まあ、2019年3月に離脱ということに、まあ、一応なっているわけですが、はい、すぐに離脱をすると大混乱になるので、はい、まあ、もう一年見た2020年の末までに、移行期間を設けて、徐々にこの環境を整えて、まあ離脱するならしてくださいと、いうことになってるわけですね。うんうん、で、その中の一つに、例えば、この EU というのは人の出入りが自由なわけですけれども、まあ外へ出てっちゃうわけですから、はい、このじゃあ、イギリスから EU に入ってくる人をどういうふうに管理するか、うん、まあ制限をしたりするかということについては、EU が独自に決めさせてもらいますよと。うんうん、それからまあ、イギリスとしては、人の自由はなくなってもいいんだけど、物は自由に行き来してほしいわけですね、はいはいはい。ということで、じゃあ、イギリスと EU の間で新しい貿易の、まあ、協定を結び直しましょうと。それを、まあ、この2020年までにかけていろいろ話し合っていきましょうと。ということで、なるべく、まあ、ソフトランディングをさせようということが、まあ、このメイ首相と EU 側で決まったわけですね、うんうんうん。ただ、イギリスの議会の中では、それではですね、結局 EU の方に主導権を握られてるじゃないかと、強硬派の人はそれで怒っているので、この、まあ、今回結んだ、宣言については、議会で否決してやると。こう言ってる人が、野党だけじゃなくて、与党の中にも出てきているということなので、これはどうも、イギリス議会はこれを認めないんじゃないかと。せっかく結んだものは、履行されないんじゃないかと。いう心配がもう結んだその日から出ているということなんですね。でもそのイギリス国内もごたごたするのは、はい、まあ、決まった経緯から言うと、その僅差で決まって、決まった後に慌てふためいて、決まっちゃったじゃん、いや、実は私反対だったっていうような人が、まあ、人騒ぎあったりとか、はい、あとまあ、イギリスのその複雑なあり方みたいのがあるから、そうですね、こっちは賛成だけど、こっちは反対とか、はい、そんなこと言うならこっちはみたいな、いろんなこう、賛成反対みたいな二つに分かれてないし、はい、ましてや賛成したんだからもうみんな一丸となってそっち行きますって感じにもなってない。なってない。で、賛成の中にもどういう条件までは飲んでいいがいっぱいいるから、うん、まあしばらくごたごたしますね、これもね。これはそうですね。もしこれ、議会が否決したら、もう一回結び直しを再協議するのかと言ってるわけですが、はいはいはい、EU がそれを拒否してるんですね。これはもう最初にして最後なんだと。はい。そうなると、その決まりがなくなるので、ヨーロッパに持っているイギリス人の権利とかなんとか、誰も守ってくれなくなってしまうことが起きて、大混乱が起きるだろうと。いうなってるんですが、今のところ、その明暗が出てこないということなんですね。これって、そうすると EU 側が、まあ、そんな極端な結果出ないんでしょうけども、はい、これが最終、こっちは最初で最後の条件だから、はい、これが OK だったらどうぞってことじゃないですか。はい、でいて、まあ、その国民投票に従うならば、イギリスは出てくわけじゃないですか、はい。で、この交渉が決裂したまま出てくって話になってくと、もう断交みたいなことですか？断交ってことになりますよね。うわ。だから、イギリス人は EU の中で外国人になるわけですから、はいはいはい、はい。その権利がそこで経済的なもの、蓄えたものとか、どういうふうに扱われるかっていうのは、もう分かんないわけですね。なるほど。ね、多分損をするのはイギリス人だってことになりますんでね。だからこれはこう、安易には否決できないけれども、しかしまあ今、否決必至ということで、混乱必至ということになってるわけですね。なるほど。はい、さあ、国内は、大阪で万博が、はいねえ。万博、こう、いよいよこう、大阪で万博が開かれることになりましたっていう騒ぎの中で初めて知ることっていうか、なんとなく聞いたことあったから、やっぱりそうなんだと思ったのは、僕らが、その、僕は大阪万博知らないんですよ。はい、知らないんです。で、その後に沖縄海洋博とか、それから、花博って覚えてます。ありますね。はい、花博、あと、筑波万博。うん、はい。コスモ星丸っていうか、はい、筑波万博って。愛地球博。はい、はい。いろんなのやってんだけど、はいはい、一応万博の定義みたいなのがあって、この、前のこんにちはの大阪万博。はい。それから今回この開催決定した、新しい大阪万博と同じ、その定義での万博って、愛地球博だけらしいですね、うん。真ん中の細かいやつはそういうイベントであって、はい、いわゆるこの規模の万博ではないみたいですね。うんうん、ただね、一個だけ、こう、ふと思うのは、愛地球博も、開催地決定とか開催まではいろんなことを言われてたと思うの。うん、記憶があるの、うん。でも結果、あれがどうなったかみたいな。あ
成功成功じゃないみたいなことは、あんまりその収支がどうなりましたとか、うん、予想されてた経済効果がそのままちゃんとあったのかどうかみたいなことを、うん、僕全く、あの、記憶にないし、うん、気にした覚えもないというのを思い出して、うん、なんですかね、こういうことって過ぎちゃうと割と忘れちゃうなと思って。うん、みんなもう森蔵とキッコロも忘れちゃってるだろうなっていう。そうですね。ね、でもいろんなことを忘れちゃうけど、そう、すごい久しぶり聞いて、クイズであれ出てきてもなかなか名前出てこないぐらい、もう愛知九博のことも忘れちゃってると思うんですけど、はい、でもなんかそれじゃダメだなっていうのと、本当にこの予算でできるんですねっていう確認とかね。はい。オリンピックよろしく膨らんでく、ね。あと、僕いつもね、その経済効果に2兆円って言うじゃないですか。もう経済効果って言葉があまりに一人歩きしちゃってるんで、何か分かりやすい、万博前と後で税収がどれぐらい上がりますっていう答え合わせが割と簡単にできるような予測をプロに立ててほしいんですけど、経済効果分かりにくくないですか、なんか。これ、例えばどのぐらいの人が集まってくるか、ということでもだいぶ違いますし、はいはい、それからまあその後のインフラがどれだけこの日程で整ったかによっても変わってくるのでね、はいはい、この試算というのは本当にも、まあ、どんぶり勘定もなざんよと言ってもいいものかもしれませんよね。ねえ、まあ実際始まるとね、僕は割とああいう新しいテクノロジーにテンションが上がるので、それはそれで喜ぶんだと思うんですけど、一つ冷静なギアとしては、やっぱり、やった、楽しかった、終わった、忘れちゃった、じゃない、ないような記録をちゃんと残さなきゃダメだなとは思いますね。はい。龍崎さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。伊集院光とラジオとダジャレ珍道中と、この時間は、ケーズ電機、大谷さん、他各社の提供でお送りします。伊集さん、トールさん、デイさん、ランニングマシンで行くバーチャル膝栗毛大阪見物編ダジャレ珍道中。さあ、まずはですね、道中のお供をしてくれるこの二人の自己紹介からです。おはようございます、蛍源氏の桐畑徹です。おはようございます、ヤーレンズの出井淳之介です。僕たち二人合わせてメガゴリラです。さあ、東海道中膝栗毛の大阪見物編の第2回ということで、はい、以前はねエアロバイクで行ってたんですけども、うん、ランニングマシンで行く。そう、誰が言い出したんだ。あなたです、伊集院さんですよ。今どなったあなたです。そうなんですよね。まあということで TBS のスタジオには当然ランニングマシンがありませんから、はい、今回もですね赤坂にあります、まあ本当意識高い、スポーツジム、ヒートジム赤坂さんの方にお邪魔しております。はい、前回5キロ限界だと相当な量の汗出てましたからね。はい、あの時も心配でしたもんね。ねえ、はい、なのにこのまあ天満ってことになってます今、大阪の天満から、はい、今日最初に目指すところのですね新町までが、はい、ウェルカム 3.5 キロ。あらー一発目から 3.5。まあそのいきなり 3.5 キロ走り元気出すためにも、はい、あれが欲しいんだ、あの天満伝説の5000円ダジャレ。アンコール上映お願いします。ラジオネームさらしなそばさんの天満ダジャレ。それではゲストのホイットニー・ヒューストンさんに一曲歌っていただきましょう。 I will always love you です。天満すごい元気出ましたんで、はい、早速ですね、まず 3.5 キロ新町まで走りますんで、はい、新町ダジャレの方の稽古をしておいてください。了解です。いやー新井ちゃん、はい、楽しそうでしょ。楽しそう。でも実際はね無理に上げてるんだ、はい、テンションを。そうですか。前回もお借りしました、はい、ため池山王駅から徒歩1分、うん、まあ意識高い系とこういうことだよという、はい、ヒートジム赤坂っていう、はい、まあ、スポーツジムにご協力いただきまして、うん、
そこにあるランニングマシンが、なんかそのスキルミルっていう名前らしいんだけど、はい、クリスティアーノ・ロナウド。はい、クリロナも使ってるという。すごいんだよ。そこに来てる人も、はい、なんかちょっとお名前はプライベートで出せませんけども、格闘家の方とかがもうちょうどいらっしゃってて。もう、だから、普通のジムにあるランニングマシンとちょっと違って、はい、猛ダッシュ、猛烈なその全速力ダッシュとかのトレーニングをしたりとか、はい、あとなんだろうね、ちょっとあったのは、はいはい、ラグビーのスクラムで押し込むみたいな、はい、その猛烈に負荷がかかる押す力みたいのを鍛えたりとか、はい、いろいろできるマシンなんだけど、すごい。唯一できない、うん。なんでその機能をつけないのっていう。何ですか。デブが手をに抜く機能。デブが手を抜く機能が全然ついてないから、ね、そうなんですよ。手を抜かせないようにできてるんですよ。で前回5キロ走ってもう限界だったのが、はい、今回いきなりこのまあ一応前回天馬ってとこまで来てて、うん、天馬から次の新町行くのに、もう 3.5 キロあるんですよ。はい。で、その次の、今日新町から生玉神社まで行くんですけど、うん、それが 2.8 キロなんですね。もう結構一気に6キロ超えるんで。大変。だから、はい、無理に上げてるんです、テンションを。それで、その格闘家のいるところで、このテンションでやってたんですか？格闘家の方がトレーニング終わると同時にこのテンションだから、はい、恥ずかしいんで、さすがに格闘家の方集中してる時に、天馬何なのこの人ってなっちゃいますから、そこはね、ご協力いただいておりますんでね。さあ、3.5 キロどれぐらい疲れるかは、多分次の音声の頭でもうわかりますんで、新町に向かっております。あかんて関西ペット木形、あかんていや、もうちょいでしょ、待って、あと10、あと10、行けます、行けます、あー新町や、いや到着、お待ちしてました、夢にまで見た新町や。ちょいちょい関西弁が出てくるのね。そうですね、出ますよ、大阪観光中ですから。いやでもね、3.5 ちょ、30分切ったから、うわすごい、ってことは時速7キロ超えて、俺にとったら、はあはあはあ、すごいのよ、上がってんのよ、来ましたね、これ落とさないように、はい、ちょうだい。群馬県ラジオネームホカベリーさん、ほか42名様ちょっと待って、はい、何ですか、そんな同じダジャレって考える。そうですね、一応届いてるのは届いてますので42名、42名分のやつでしょ、はい、ホカベリーさんほか42名様から届いております、はい、新町ダジャレです。3年 B 組新町先生1円あらあでしょうね、あらでしょうね、まあまあまあ、だ42人に1円送ります、はい、これじゃトップなんでしょ、はい、トップです、一番最初ついたんでしょ、はい、この人に50円か42人に1円かだと、はい、すげえ送るお金かかるよね、きっとね。じゃあその人に50円で。ラジオネーム、お腹がピーさんからの新町ダジャレ。ドラマ、101回目のプロポーズより、武田鉄矢さんの迫真の演技です。僕は新町。僕は新町。あなたが好きだから、僕は新町500円、よし上がった、よし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 。一時期桐畑君はさ、はい、三又又蔵君とよく一緒にいたから、そうですね、あの人がやってる店も手伝わされてましたからね、僕は。だからできんだ、僕は新町。あれもうずっと横で聞いてて耳映るんですよね、あれね。お客が喜ぶっていう、成果が出ましたね。荒川区ラジオネーム、ワンタンメンケンさんからの新町ダジャレ。伊集院さん、僕ら今までダイエットなんて無理だと思ってて、新町園でした。どうせすぐにリバウンドするだろうと思ってて、本当に新町園でした。せーの、よっしゃー、す
すげえ自信あって、M1 の決勝で行った手応えありますって言ってたけど、落ちてた件を何度もほじくって、新町でした。いやいやいや、いいですよ。やめてくださいよ、そうやって。綺麗なダジャレ。あの、一瞬の気の迷いで、ヤーレンズ売れんじゃねえかなみたいなことを方々で、言って勘違いさせて、新町でした。いやいや、謝らないでください。やめてください、本当に。え？よく言われるんですか、伊集院さん言ってたのにって。何？何ってことはもう結果出てんじゃん。なんか、あの、身も心も冷えちゃったんで、あの、俺もそうだけど、デイ君の身も心も冷えちゃったんで、行きますかね。あ、もう行きます。え、次、生玉神社。はい。生玉神社ディレクター情報だと、こんな難しいのに、力作多いんだよね。ただ、生玉神社まで、2.8 キロ。はい。ちゃんと練習しとけよ。わかりました。びっくりするぐらい、はい。もう、たくさんいただいてるんですよ。ダジャレたくさんいただいてるんですけど、その、そうね、2割5分ぐらいかな、4分の1ぐらいが、3年 B 組新町先生なんですよ。そんなに多くないですか？多いんですよ、これが。で、僕がハマっちゃったのは、はい、その、新町先生そんなに被ってるのに、同じ武田鉄矢でも、はい、僕は新町へはいつでした。新町園でした。新町園でした。ねえ。連発されるとおかしい。ちょっと笑っちゃうんだよね。なんかおぼっちゃまくんみたいな。何が？あ、なんか新町園でしたって、なんか。おぼっちゃまくん世代なんだ。そうそうそう。意外に。でも、なんか、とにかく、この、その、ランニングマシンが、はい。なんつったらいいのかな。スピードすごい出んのよ。はいはいはい、すごい出るから、ベースがものすごい上がるのね。うん。で、だから多分、普通に、労働走ってるよりきついと思う。へぇー。踏み込んだ分前に進める感じがすごいあるんでしょ？そうなんだ。だから普通だったらぴょんぴょん飛んでるとベルトコンベアが勝手に回ってくれるタイプは基本的に跳ねてればいいんだけど、はいはいはい、ちゃんとその地面を蹴って最後まで行かなきゃならなくて、うん、それ意識するとスピードが上がるから、うん、だからいつもその、道をちんたら走ってるより全然スピード出ちゃってるんで、はい、あの心拍数見るとやばい。本当ですか？155ぐらいキープだから、すごい。いつもだと140いくかいかないかぐらいのとこちんたらやってるんで、はい、相当頑張ってますが、ただ嬉しいことに、はい、生玉神社のダジャレなんか難しいじゃないですか。そうですね、長いし。ね。うん。なのにその難しさに燃えてくださってるようで、ほう。たくさん届いてます。それでは生玉神社に向かいます。うち、うちあんたのこと好きや。好きやね。何が高人が好きやね。好きやね。好きやね。あ。雑な大阪感。はい、次は到着しました。やりました。生玉神社でございます。横浜市ラジオネームボスロボットさんからの生玉神社ダジャレ。生玉神社。アシュラ男爵よ、この巨大ロボットの手にかかれば地球征服など時間の問題だ。しかしドクターヘル様、敵にはマジンガー Z が。いくらマジンガー Z でもこのロボットにはかなうまい。いやしかし毎回やつには。いやいや、いくらマジンジャー Z でも今回ばかりは。いやしかし、いくらマジンジャー千年。よし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 、やった。最後普通に世代だからね、世代だからね。いくらマジンジャー Z でも。そうです、そうです。名作ですよね、これは。走った甲斐ある。生玉神社 Z でも聞いたら走る甲斐ある。埼玉県ラジオネーム桃口山江さんからの生玉神社ダジャレ。おい。というわけで、腸の中にはたくさんの細菌がいるんですね。教授、それはビフィズス菌ですね。助手のデイ君、それ以外にも生玉神社いるね。何？え、何ですか？悪玉菌がいるんだよ。ん？そう、悪玉菌がいるの。うん、悪玉菌が、生玉神社がいるの？いるの？
100円。あら、ちょっと下がったな。結構落ちた。嫌いじゃないんだけど。嫌いじゃないですか。嫌いじゃないんだけど、生田マジンジャーの後だから。ちょっと名作がね。強引は嫌いじゃないよ。ビビらずに言って。はいはいはい、ビビらずに。神奈川県ラジオネーム麦茶シフォンさんからの生田マジンジャーダジャレ。将軍様、なぜ一休に無理難題ばかり言うのですか。要は一休が憎らしいんじゃ。何と申されました。憎ったらしいんじゃ。一休が生田マジンジャー。もう生田マジンジャー。100円。あれ下がってくるよ。あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとおかしいな。チャリンチャリンが、もうちょっと。憎たらしんじゃ、憎たらしんじゃ、生田マジンジャー。あれ悪くねえな。でしょでしょ。え、もう一回、もう一回、憎たらしんじゃ、憎たらしんじゃ、生田マジンジャー。100円。いやいや、変わってないんだ。やっぱ100円だよ。全然変わってないでしょ。最後、ドンって終わってよ、ドンと。ドンと頼むよ。埼玉県ラジオネームハレンチブルドッグさんの生田マジンジャダジャレ。行列のできるラーメン店。いくら人気の店でも朝6時に来ればこれ一番に入れるだろう。はい、当店にお越しの方一列に並んでください。嘘だろ。開店4時間前なのにお客がしこたまいるじゃん。来た。しこたまいるじゃん。もっと引っ張って、もっと引っ張って。しこたまいる。あと2回いける、2回いける。しこたまいるじゃん。はい。エクシマ神社。ま、間違えちゃった。間違えちゃった。うわぁ。しこたまいるじゃん。エクタマ神社。エクタマ神社。1円。うわぁ。これ俺5000円で終われんなと思ったのに。生島さん途中で割り込んでたよ。行列に生島さん割り込んできたよ今ね。割り込んできたよ。ラジオ前に並んで。トールさん。いやーミスター。はい、おしまいです。このようにリスナーの皆さん、いいものを出してもこのクソ芸人のせいでお金がもらえないこともあります。いやーミス。痛恨のですよ。しこたまいるじゃん、しこたまいるじゃんで、ついに、生田間神社っていうタイミングで、生島って言っちゃったんだよね。なんで急にですよ。ねだこれはリスナーの、このハレンチブルドックさんからしたら、桐畑徹に4999円を請求したいようなね。そうですね。1円になっちゃったから。僕はね、はい、いくらマジンガー Z でもの、いくたマジンジャー Z、本当に気に入ってて。ねえ。これはすごかったなぁ。ひらがなにしたらなんとなくこう、ヒントを得られるのかなぁ。そう、だからコツがあるんだろうね、ね、そこね。相当。よく思いつくなぁ、ほんとに。さぁ、ほんとに、ダジャレがないと頑張れないです。本当に。はい。聞いても分かる通りかなり死にかけてますから。だって、テンションおかしかったです、ね。おかしいでしょ。すっきゃねんって言いながら。うちは。うちは。さあ、大阪、この後、生田間神社の次は、はい。天王寺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 。まあ、わかんない。まあ、天王寺。天王寺。そしてその後、これまた難しいよ。燃えるのかな、難しいと。天下茶屋。天下茶屋。天が茶屋。天が茶屋。天王寺、天が茶屋。そして、住吉大社。住吉大社は難しいぞ。そうですよね。天王寺、天が茶屋、住吉大社のダジャレ送ってください。よろしくお願いいたします。はい。さあこの後は月曜日恒例ウォーキング宝くじ当選者発表になりますが、合言葉。はい、合言葉は、生田間神社。生田間神社。言い間違いに気をつけてください。はい。僕、生田間神社一回も行ったことないですけど、もう覚えましたね。生田間神社。ね、はい。電話かかってまいります。電話口で元気な声で、生田間神社。合言葉を言ってください。賞金はあなたのものです。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りします。伊集院光とラジオとダイエットと、
さあ、毎週月曜日朝一番恒例のパンツ一丁体重測定です。今ラジオの前の皆さんにお聞きいただいているのは朝に収録済みの音声です。時刻は午前8時ですね。先週の体重が 102.2キロ、まあ、なかなか体重下がらないんですけども、来週が公式体重測定で目標が、100.9キロ。はい、そうです。ちゅうことで、はい、行きましょうか。行きましょう。パンツ一丁体重計に乗ります。乗りました。発表します。お願いします。 100!102.! まだ 2.かい。1キロです。 2.1 キロ。微減ね。いい言葉ですね。微妙に減ね。激減したいよ。このコーナーでは伊集院光さんが1ヶ月に1キロの無理ないダイエットを続けて3年間かけて TBS ラジオの周波数と同じ 95.4 キロを目指しています。微減だね。微減ですね。激減したい。100グラムで、しかもさ、まあ、ぼーっとしてると忘年会新年会の時期に行くでしょ。そうですね。激増するでしょ、そこ。しょうがないですね。ねえ、激減しておきたい。さあ、こちらの企画に移ります。大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ。さあ、合言葉は生玉神社。生玉神社。生玉神社でございます。もういきなり行きますかね。ちょっと時間もしているんでね。この方は、池口真由美さんです。はい、池口真由美さん、アラフォー。アラフォー女性、じゃあ電話してください。かけます。じゃあ電話口で生玉神社、何に使うか。最近万年筆を始めました。万年筆を始めた。いいね。万年筆やインクを買いたいです。あら、素敵。素敵な色のインクがたくさんあるので。ああ。太さや書き方によって色の濃淡が出たりする。どうかな、どうかな、池口さん。どうかな、ラジコ世代かな。ラジコ世代はちょっとタイムラグあってもしょうがないよ。まゆみさん。そうなんだ、急にかかってくるらしいんだよね。ラジコだとまだ全然前の話してるときに。どうかな、あ、ダメか。さすがに、さすがにすみます。ただいま。あ、ダメだね。申し訳ない。さあ、続いていきましょう。急げばいけるかな。はい、北方勝幸さんです。お願いします。はい、2歳になる娘がいるんですが、おねしょ癖があり布団がダメになってしまいました。あ、そうですか。そうですか。俺もおねしょ止まんなかったかな。小4までコンスタントにしたからね。小5でやっと止まったっていう。もう、あ、合言葉言えますか。はい、生玉神社です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、ありがとうございました。 ありがとうございます。先にじゃあ賞金言っときますね。はい、歩数が、62,158 歩なので賞金8,880円でございます。あ、8並び、ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。はい、お嬢ちゃん、おねしょでもまだ2歳でしょ。あ、そうですね。はい、ねえ、2歳。ちょっと牛乳飲みすぎちゃうんで。はい。でも牛乳飲む分には背も伸びるし。あ、はい、さっきもどさくさ紛れて申し上げましたけど、僕、はい、小学校4年ぐらいまでおねしょ続いたんですよ。あ、わかりました。新しい布団で、はい。はい、ね、あんまいいの買うとね、また、コンスタントにおねしょはするでしょうから。確かに。わかりました。安くて何枚も買います。そうですね。すぐお送りしますんで。あ、ありがとうございます。はい、奥様、お嬢ちゃんによろしく伝えてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。失礼します。はい、失礼します。何歳、世の大人はさ、お父さんお母さんはさ、はい、何歳ぐらいまでおねしょコンスタントだと心配すんのかな。コンスタントって毎晩？うん、毎晩ぐらい。ええー、ゴンドウゴンドウ、雨ゴンドウぐらいのペースでしてましたけどね。ええー、だから、
小5で初めて林間学校みたいな泊まる、はいはいはい、あの遠足っていうかある時にまあ不安で、そうですね、そうなんですよ。まあまあおねしょについてはまたどっかで機会ありましたらね、私も話したい。おねしょのことおねしょエピソードあんの、ね、はい、あります。月曜日のどこかでおねしょについてたっぷりとね、皆さん、どんどんエントリーしてください。次はあなたに、ウォーキングの成果が当たるかもしれません。以上、伊集院光とラジオとダイエットとでした。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からは女優の南果歩さんの登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはネットの履歴教えてです。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこに、直火焙煎黒ごまのペーストを使用した黒ごま餅、素朴な自然の風味を生かした芋羊羹に、ぜんざいや一口タイプの羊羹も入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンに、フルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ、今回メッセージテーマネットの履歴を教えてなんですけど、はい、自分のアマゾンの購入履歴とか面白いね、うん、はい、あのね、本だけ見てもね、最近買った、アマゾンで買った本ね。俺基本的に本屋さんで本買うんで、はいはい、アマゾンばっかじゃないんですけど、うん、それがね、東海道中膝栗毛と俗膝栗毛、現代語訳。要はこのコーナーのために多分、買ってる。はい、あと、コミックスのスパイダーマン。それからですね、コミックス、ハレンチ学園。それから佐渡島の旅。赤毛のアン全7巻全然ジャンルが7巻もあるんだ。赤毛のアンね、大人になって子供生まれたりとかしてる。そうなんだ。だすごいあったりとか、ね、履歴見ると、あのアマゾンも困るだろうな、何進めていいか、これだけジャンルがバラバラだと。ジャンルレスですさあ、ですね、これはさすがというか、ニューラジパラザウルスさん、今グーグルの検索履歴にあったのが見てくれたみたいです、うん、ランチ、はいはい、スペース、うん、おかちめんこ、おかちめんこ、これね、うん、ランチを食べる店を探そうと思って、はい、ランチの後におかちまで打つと予測変換が出てくるじゃん、はいはい、その時におかち町って選択しようと思ったら滑ってその4つ目の候補にあったおかちめんこって入れたまま検索しちゃってると。かわいい。だからそれ履歴に残るじゃん、はい、ランチスペースおかちめんこのまま、はい、そういうことも履歴には残るか。確かに。ちなみに Google の検索結果、なぜかペニシュラ東京が出ましたら、ってなんでなんだよ。へー、謎のやつ出ますからね。あとですね、そうそう、ラジオネーム桃一郎さん、ラジオを聞いていて興味ある人が出るとすかさず検索します、特に可愛いとか、はいはい、要するに名前聞いてわからないんだけど可愛いっていう話が出るとすぐ検索すると、はいはい、それで最近では、はい、ターリーターキー伊藤スペース画像で検索したと。あ、お、でも伊藤が聞いたら喜ぶんじゃない、ね、めちゃめちゃ可愛いじゃないかって書いてた。可愛い、もっとだって地下アイドルですもんね。そうだもん ね、 ね、だからさ、はい、これは幸せな時代なのかな。要するに伊集院光がデビューした頃は、はい、伊集院光の顔面を知る機会が全くないの。あ、ラジオしか出てないから僕、はい、で今みたいに検索とかできないから、できないですよね、みんなその伊集院光っていう名前で、はい、ちょっとかっこいいと思い込んでる。はいはいはい、イメージが。そう、うん、で今でも忘れないよ、日本放送、有楽町の日本放送の前に、うん、明け方出待ちの女の子がいて、はい、その子が、あの、伊集院さんってこの後出てきますかって俺に聞いて。はい。それで、僕ですけどって言うと、その声がそうなわけよ。はいはいはい。嘘つけって言われた。
嘘はついてないんだよ。俺は一度も嘘はついて、一度もかっこいいなんて言ったことないんだから。そうだよね。だそういう事故はなくなったね。ネットが普及したおかげで一旦画像で調べられるからね。ある程度有名無名かかわらずね。さあ、それからですね、食材関連で多いのが、うん、節眼マニア東京さん、検索履歴見るとサンマスペース冷凍スペース内臓、先月安売りの時にたくさん買ったサンマ、うん、内臓を取らずに冷凍してあって、そろそろ食べようかなと思ったんですが、うん、これ内臓そのまま冷凍してあるので、それを解凍してそのまま焼いていいのか、こういう時は内臓を取った方がいいのか分かんなくて調べたら、どうやら冷凍してこれぐらいの日付だったら大丈夫らしい。TBS ラジオ伊集院光とラジオと南加穂と、おはようございます。今日は、舞台の稽古前に伊集院さんに会いに来ました。楽しみです。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと10時になりました。こんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。そう、最近検索したやつあったわ。何ですか？グベ。グベ？これが困ったのがね、はい、五島列島に旅行に行った時に、たまたま島の方にこれ美味しいから、この五島列島によく なってる木の実だから、はい、とても美味しいからってもらって食べたのね、うん、で、それが初めて食べたもんだけど、神さんと俺でもらって食べた、美味しかったの、はい、すごい美味しかったんだけど、うん、名前が思い出せないの。あ、結果グベだったんだけど。おお、どうやって見つけたんですか？ずーっといろんなので、ね、果物、五島列島とかでベボとかザゾじゃねえなっつって、こういう時ってどう当てればいいんだっつって、はい、でも最終的にグベ、グベ、なんかそのなさそうな二つの組み合わせってありますよね、そのひらがな同士で。いつも使ってる言葉にはこのリズムないよねみたいなやつ、はい、で、それと濁音だったなだけ覚えてる。ああ、ボみたいな。そうそう、ベゾいろんなのやってくるんだよ、全然当たんないの。じゃあ今なんかそういうちゃんと五島列島を野生木の実、はい、でなんか粒々で種がいっぱいあったんで、粒々種がいっぱいとかで割と出てきて、酸っぱいんですか？なんかね、甘酸っぱい、味自体は、はい、実はね、ザクロわかる、はいはいはい、ああいう粒がいっぱいあって、はい、で色はちょっと濁ったマスカット色、はい、その粒一個一個はで種がいっぱいあって、でも味はライチみたいな味するの。へー、グベグベグベでしたね。面白い。さあ、この後は、はい、女優の南加穂さんをお迎えいたします。はい、この後すぐです。伊集院光とラジオとゲストと、この時間はセブン&アイホールディングス、金福明太パーク他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲストは女優の南加穂さん。1964年生まれ、兵庫県出身。1984年に映画かや子のためにの主役でデビュー。その後は映画オールーシーやお父さんのバックドロップ、ドラマ定年女子など様々な作品に出演されています。2015年には映画マスタレスで全米デビューするなど、映画やドラマ、舞台などで精力的に活動されている女優の南加穂さんが本日のゲストです。さあ、ということで、スタジオにはまあ素敵なこう、うん、フレグランス、そう、いい香りってことだ、すごい、なんか、ね、お花かな、お花か柑橘か中間ぐらいの、ね、香りを引き連れて南加穂さんです。よろしくおはようございます。よろしくお願いします。いやー、すごいひょんなところでお会いしたんですよね。そうなんですよ。もう伊集院さんにはちょっとご迷惑をおかけした。逆です。私の印象悪いんじゃないかな。全然あのね、はい、いきさつを言いますとね、はい、
ホリプロっていう、はい、お互い同じ事務所に、はい、おりまして、はいはい、で、お休みの日のホリプロなんか誰もいねえだろうと僕思いまして、これで、そこで低予算番組のロケをやってたんですよ。ね、はい。そしたらね、そのロケをやってて、VTR 回してたら、元気な声が誰もいないはずの他の会議室から聞こえるんですよ。そしたら、それが、南かほさんで、お互い、休みのホリプロなんか誰もいねえだろうと思ってた。ちょっと、何されてたんですか？ちょっとなんかオーディションのビデオを撮ってたんですよ。へぇー。そうなんです。大きい声でね。そう。誰もいないだろうと思って。そしたら伊集院さんがいらっしゃって。でもね。で、こっち側からしてみたら、お互い誰もいねえだろうと思って来てたんだって思って笑い話すんだろうに、わざわざあと何分ぐらいで終わりますって。お互い様にはお互いビデオを撮ってるわけだから、うんうん、なのにお差し入れまでいただいて。そんなそんなそんなもう。ねえ。すいませんでした、もうご迷惑をおかけしても。何も返さないという。それ以来でございます。いや、もう楽しみにしてきました、今日は。はい。なんかでもね、はい、南果歩さんのイメージは、最初出てきた時のイメージが、すごい静かで、うん、儚くて、壊れそうな人の多分イメージだったと思うの。そうですよね。元気なこのイメージじゃないじゃない。そういう役が多かったですね。ね。まあ、ちょっと幸薄い。それ言いづらいんでやめてきました。基本的にそういう感じの、繊細なそういう感じの。ちょっと病弱な。でしたよね。はい。なのに、はい、お会いするとすごいちょっと太陽みたいに明るい方で、はい、ちょっとギャップありますね。ちょっとびっくりします。はい、それは昔からですか、うん、明るい子。明るい子ですね。だから見た目がこんななんで、すごい得してるのか損してるのかわかんないんですけども、うんうんうん、なんかまあギャップはギャップでいいかなとほっといてます。まあまあそれがある意味。女優さんは命っちゃ命ですもんね。ギャップあっていいんですよね。そうなんですよね。いかようにも、何者にでもなれるっていうのが一番いいことなんで。うん、はい。で、言いにくいことを言うと、はい、そういうタフさがないと渡ってこれないような波乱万丈をずっといろんなことをやってきましたでしょ。ありがとうございます。言わないと一緒に同じ事務所の人には言わないのかな。恐れ入ります。そういう言いにくい言葉になりますから。いろいろ経験するとタフになります。いやー、本当に何でしょうね。なんて言えばいいの？こう、予期せぬことが、自分の人生は起きやすいんじゃないかって最近気づきましたね。で、なんかこう、今ね、ちょうど、ギリシャ悲劇の、その、お稽古してるんですけど、はいはいはい、だからそういう意味では、こう、神様がシナリオを書いている、私の。そうか、オイディプス王にちょっとつながる。そうなんですよね。俺、オイディプス王って、うん、その、はい、Eテレの難しい文学の番組でやりましてね、はい、その番組も見てました私。すごい話が昔から古典にはすげえ話があるんだなっていう、はいはい、ま、もう物語じゃないですか。何千年も前の話なのに人間ってそんなに変わってないよねっていう。じゃあ、もしその波乱万丈起こる前に、はいはいはい、いろんなこと起こる前に、はい、オイディプスを見てたら、女優として、わからん部分もあったかもしれないけど、やっぱ人生って、そうなんですよね。誰かが何か脚本を書いてるかのごとく。ごとく、この順序を経て、うん、私のもとに、その、まあ、オイディプス王の中のイオカステっていう役をやるんですけど、はいはい、それが巡ってきたなと思って、面白いなと思ってるんですよね。でもまあ、まあ、50も過ぎたら、うん、何でも面白がる、うん、まあ、いいことばっかりじゃないじゃないですか、人生って。大半が十中八九なんか辛いなとかしんどいなとかめんどくさいなっていうこと多いんだけども、うん、で、残りの数割面白いことがあったら、もう最近は面白いこと順にやる。美味しいもの順に食べる。素晴らしい。計画通りにはいかないんだっていうことが。いかないから、はい。だから美味しいもの後で、もう大好きなプリンを最後に取ってても、そのプリンが生ぬるくなったりとか、うん、別の人がひょっと取って食べちゃったりするじゃないですか。いいな、格言だね。若いお嬢ちゃんの時には美味しいものを後取って、これはこの順番で食べるのが一番美味しくてだけども、いろいろ経験すると、もうやりたいことか。いいの、いいの。肉とか魚とかの前にプリン食べちゃうの。みたいな。
でもね、なんかそれがさらに変なこと起き続けると、自分の中でも予定通りにいかないことばっか起き続けると、うん、予定通りがある程度見えてることの方が、あんま面白くねえんじゃねえかみたいなことにすらちょっとなって。そうなんですよね。そうなんですよね。わかんないから面白いっていうところがあるし、それで、去年おととしとね、結構アメリカに行って、はい、英会話の学校行ったり、そうやってたんですよ。うん、語学学校行って、それで、一人でこう街を歩くとかね、一人で出かけるってちょっとしばらくなかったことなんですよ。でもそれやってみると、すごい出会いがあって。でもその前の段階で、今、これぐらい芸歴重ねてから英会話。遅い、ごめんなさい。いや、でもそれやろうと思ったんですよ。うん。だって、どこに行っても、自分でいるためには、多少のそのスキルが必要だから、そしたらやっぱり、英語が友達だと、まあ、どこに行ってもこう、臆さないじゃないですか。なるほど。うん。なるほど。自分でいたいなと思って。まあ、日本語だったらね、いくらでも喋れるけども、日本語ほどは喋れなくても、まあ、不自由のないぐらいになりたいなと思って。で、わかるのが、それって、僕の場合はですけど、はい、英語がすごい苦手で、はい、35の時も40の時も、今更かっこ悪いと思ったりとか、もっと時間が取れたらみっちりやるけど、まあ今はなって思ってたんですけど、僕50になったら、もうそんなこと言ってないでやった方がいいんじゃねえかっつって。わかる。僕もちょっと仕事にかこつけて英語ちょっと始めたりとかして。ですよね。ラジオの中で。それはもうまさにおっしゃってる、もうやるって思ったことから手つけた方がいいんじゃねえかっていう。だからもうなんかその優先順位が、もう全部崩れて今までのね。だから今やろうと思ったらやろうっていう。やりたいことからやる。食べたいものから食べる。会いたい人と会うみたいな。すごいシンプルになって。うん、一人で歩くときはもう一人で歩きゃなんか起こるだろうっていう。うん、そう。へそしたら人と出会うし、友達できるし、ブラジル人とか中国人とかも、よくわからない人たちも、今まで会ったことない人たちと会うし、楽しいみたいな。ね。はい。で、そういう人たちって、もう会う予定だったかのごとく面白いじゃないですか。そうなんですよ。こんなに、その英語が、こう、上手じゃないのに、親友できたりするんですよね。だから、お互い、こう、第二外国語で話して、汲み取ろうとするから、もうすごい、こう、コミュニケーションが密になって、もう、ベストフレンドみたいな感じになるから、人間って面白いなと思って。あとだって体も鍛えてるんでしょ？体めっめっちゃ鍛えてるんですよ。聞きましたよ。もう全然だからイメージ違うんですよ。はい。どんなことしてるんですか？今ね、だから西海岸に行ってたんで、はい、そこでバー3っていうエクササイズと出会って、はい、それね、下半身強化な、ちょっと今見せるね。ラジオの絵的には相当、いわゆる、妙齢の女優さんが、今足見せるねって、どう、こうやってね、はい。でね、こうやってこう、これがあるんですよ。あ、きつそう。要するにもう腰をぐーっと落として、それスクワットの一番きついやつじゃないですか。スクワットの、だから四股を踏む感じ。はい、そうです。これを基本に、何度も何度もやるんですよ。はい、そうすると体幹、腹筋、股関節が柔らかくなる。まさに本当、あの相撲さんが四股踏む前に一気に腰を落としてっていうやつだけど、それが、はい、なんて、上げるときもよいしょじゃなくし、ないし、そのままのスピードで落として、一点とこで安定させてまた。これきついんです。いや、きついですよ、それは。軽々してらっしゃったけど。これをね、1時間やるんですよ。まあ、いろんなパターンがあって。1時間、はい、?1 時間。そしたらもう、たっき汗でね、はい。で、これと出会って、まあ、ネットで、なんか、こう、近くのヨガスタジオ行こうかなと思って検索してたら、はいはい、日本ではパワーヨガやってたんですけど、はい、なんかもっと面白そうなのがあるなと思って、フラッと行ったんですよ。そしたらもうね、インストラクターの先生は素晴らしいし、でも、本当に、で、またね、すごい、トライアウトで2週間59ドルっていうの、毎日行って、2週間。安いんですよ。安い。それも毎日行って、先生とすっごい仲良くなって、もう弟子のように先生の右後ろぴったりくっついて、ずっとやってたんですよ。いや、なんかすごい自分が確信に変わったことは、やっぱり本当に思います。僕50代になって、はい、結局思いついたらやるっていう、どんどんやらない方の年になってくるじゃないですか。なんつうのかな。やるとかっこ悪いと思ったりとか。あ、そうか。今更っていうね。なるじゃないですか。うんうん、で、それが僕40代だったから、なんか、50代は、
思いついたらやって、やっちゃう。ダメならやめちゃえばいいんですもんね。そうなんですよ。合わなかったらやめればいいし、うん、やりたいなと思うこと、会いたいなって思う人もどん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 行っちゃう。すごいな、はい、でもそんな中で、じゃあ、はい、もちろんゲストの人の歴史みたいなことも聞いてるんで、はい、今までの中でこの人と会って私は女優としてとか、うん、人間として変わったターニングポイントみたいな人とか、うん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 、作品とか、なんですかね、うん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 。たくさんあるんですけど、はい、一番大きいのはやっぱりデビュー作ですね。うん、もう本当右も左もわからない、うん、田舎から出てきたばっかりの、時に、小栗浩平監督に出会ったことが、今までこう続けてこれた一番の、要因かなと思いますね。なんですか？すごいですね。デビュー作で会った人が、今まで続けてきた、要因になるようなこと。そうです、そうです。とにかく、どこにも属さずね、学生だったんで、はい、スタッフから直接電話いただいて、まあ、スケジュール聞いたり、はい、で、映画の作り方もわかんないまま、はい、でも監督はとにかく撮影している間は朝から晩までいなさいと現場に。だから自分が出てない場面の時もいるんですよ。で、自分が出演しない地方ロケにもついていくんですよ。で、何するかって言って、その出番がないから、なんか雑用するじゃないですか、ちょっと、はい、お手伝いしたりとか。はいそういう意味では、その映画の最初から最後まで、編集のところまでずっと一緒にいたので、うん、だからもうオーディションから、ゼロ号ができるまで1年ずっとその映画に、もう浸っていたというか。相当特殊ですよね。相当特殊だったんです。だから1年大学休学して、その現場にずっといたんですよね。え、その時は所属とかがなしないです、ないです、はい。え、もともときっかけは、それは一般公募のオーディションですね。はい、に一般として出て、一般のまま一般のまま、そうです。これってね、本当に特殊で、はい、例えば、僕らのホリプロで言えば、ホリプロ、スカウトキャラバン何賞を取りました。で、はい、最初にこういう監督のこういう作品出ますって言ったら、うん、それは自分の出番だけですよ。基本的には、そうなんですね、稽古と自分の出番だけじゃないですか。そうですよね。ましてやそんな編集までとか、自分の出ないロケに行きましょうなんて。そうなんですよ。だからとにかくその現場にいろと、見なさいというそのスタンスで育ててもらったんで、だからその、何もないところから物が生まれる瞬間まで見ちゃったんですよね、その時に。なるほど。で、すごい感動っていうかね、まあ、自分のダメさ加減を突きつけられるというか、とにかく、こう、で、その、監督が素晴らしかったのは、自分も、お前を選んだ責任があるけれど、うん、お前は選ばれた、その責任があるんだ、うん。だからそれは対等だっていう、うん、そういう、こう、教えだったんですよね、うん。だから上下関係じゃないと。お互いにやらなきゃいけないっていう。いや、だけど、なんだろう、うん、僕は、ある程度、例えば、ラジオの現場で言うとね、はい、その、編集してるのを見る。はい。で、うん、経験があります若い頃に、はいはい、でそれってね残酷な場所じゃないですか。あそうですね、自分の一生懸命やったところ、はい、糸も簡単に捨てられるとこを見るわけでしょ。しかもなんか文句言われながらね、女の子がこれなんだよこいつなんでここでまばたきしてんだよって本当に言うんだって言うんですよ。このガラスの向こうらが声が聞こえないのをいいことに何言ってか分かんないんだよ。確かに怖い怖い、あっちは怖いですよ ね。でそれを本音がスタートでルーキーで見ちゃうでしょ、はい、はい。でも、それでも面白いと思ったわけでしょ。やっぱり、なんていうのかな。まあ、出る側だから、表に出るけれども、この一つの作品に関わる人の多さ、その熱量、これもう私は一つのパートでしかないっていう感じですね。うん。で、そうするとその後、例えばじゃあそういうことが省略されてる仕事に入った時も、うん、これが省略されてるとわかるじゃないですか。わかります。要するに自分が行かない時にも、みんなはここを取っているっていうことが、わかるじゃないですか。そうなんですよ。なんか自分の回想シーンみたいなところを、わざわざ冬の海を取りに行った人たちが、そうなんですよ。いるってわかるじゃないですか。それをこうイメージできるっていうかね。うんうん、だからすごいいい育てられ方をしたというか、今でもだからすごい感謝してますね。スタートは、それがスタートは、うん、で、しかもそれがスタートで嫌な現場じゃなかったのがでかいですよね。それは大きいかも。スタートで。そう。で、嫌だったら、くっそ嫌なのが出来上がったら、なんだよ、あんな苦労したのにってなるから。
通に大学戻って女の子になればいい頃だから。そうですよね。そこでいいものに出会ったらでかいですね。そうですね。だからその時監督に言われたこととか、時々別の現場でふっと思い出したりね。うん、あ、怖い怖い。そうだそうだ。私はそんなんじゃないよねって。もう、あそこから育ててもらったんだもんね、みたいな。へぇ、はい。戻りますよ、ほんと、原点に。それはちょっといい話ですね。はい。はい、だからもう、なんか、その、キャリアがあろうと、その、皆さんにね、顔と名前をこう覚えていただこうと、心持ちとしては、あの時の不安定な自分がずっといるんですよ。うん。うん。でもなんか、あれ言っちゃった方が、一回見るといいよ。うん、編集してるところ。めっちゃ悪口言われてひどいことを言っているよ。ありますよね。ひどいことを言ってるから、みんな。だと、すごいのは、あなただって寒い中一生懸命苦労して撮ったじゃないってところを捨てますもんね。うん、捨てますね、容赦なく。良くないからっていう、うんうん、単純に良くないからとか、はい、なんとなく長くて飽きるからっていう理由で捨てんのを見ると、うんうん、僕はそれでやっぱりラジオディレクターに参っちゃう。あ、一緒に恥ずかしい思いした、あなたが切るって言うんならもうそれはしょうがないよ。僕の問題ですって思う感じっていうのは、すごいわかる。じゃあちょっと CM 挟んで、はい、それこそオイディプス王の話ちょろっとしたから何なのってなってると思いますんで、はい、そちら中心にお話を伺いたいと思います。今日はゲスト南加穂さんお越しいただいております。伊集院光とラジオと南加穂とオイディプスレックスと、さあ、改めまして、この時間のゲストは女優の南加穂さんです。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そのオイディプス王ですけども、はい、これね、劇のタイトルは、はい、オイディプスレックスで、しかも表記すると、はい、オイディプスの後、REXXX になるんですね。そうなんですよね。これが、はい、カート神奈川芸術劇場で12月12日から12月24日まで、開催されます。はい。まずそもそものそのオイディプス王、うん、何年前に紀元前とかに書かれた。そうなんですよね。ねえ。だからそんな古い物語がどうして今までこう生き残っていたのかなって。不思議なんですけど、でもやっぱりこう、何千年経ってもね、人間のこう、愚かしさや、はい、喜びや苦しみや、そういうものって、そうそう変わんないんだな、と。でもね、僕がそのオイディプス王自体と、そのテレビ番組で出会った時に、うん、はい、こんなよくできた話が、うん、こんな太古の昔からあるんだと思って、はい、雑な入り口の話で言うと、なんかその、ご神託ですごい当たる占い師みたいな人に、僕が覚えてるのはね、はい、お前は自分の父親を殺すことになるぞって言われて、うん、それで、そんなことがあっちゃいけないから、うん、なるべくこの父親から遠く離れようって言って旅立った先で、行きがかり上、老人を殺すんだよね。はい。うんうん、で、そのことも半分忘れてるような時に、なんだかんだで、実は自分を育ててくれた尊敬してる父親は、実の父親ではなくて、その行きがかりで殺した人が、本当の父親だったみたいな。そうなんですよ。ところから始まりの、はい、もっとドロドロとした話になっていく。そうなんですよ。もっとドロドロの原因は、ちょっと私のやる役なんですけれど。はい、はい、はい。それは、まあ、妻なんですけれどね。はい。オイディプスの意を貸して。はい。実はオイディプスを産んだ母であった。で、これも絡んできちゃうの。自分がどこでどう生まれたかを知らないし。知らないままに。はい。はい、そういう巡り合わせで、夫婦となったんだけれども、だからその事実を知ってしまうオイディプスというところまで行くんですけど、これだからもう、なんか初めてその話を見たときに、うん、知ってる人はこの話知ってたのかと思ってずるいと思っちゃった。だからこれに影響されたような映画やゲームは実はいっぱいあって。うん、そうですね。で、その度よくできた話だなと思ってたら。そうそうそう、元はこれかという。ね、うん、で、その源流からこのオイディプス、レックス。はい。どういう解釈とか、どういう風になって、ああ、演出家の方が、杉原邦夫さんっていう36歳なんですよ、まだ。お若いじゃない、お若いんですよ、はい。だからもう、まあ、すごい独特の演出方法をお持ちなんですけど、その杉原さんがもう本当に、
今を生きる人のために演出しているような、うんうん、作品になってます。だから、まあ、ギリシャ悲劇って言ったらね、その、白い布を巻いた、その人たちが、朗々と、こう、セリフを歌うように、語るんじゃないかって思われるかもしれないんです。まあ、全くそうじゃなくて、もう日常会話のように、うん、長台詞が、会話されて、うん、で、コロスの人たちも出てくるんですけど、うん、コロスはなんと、サングラスをかけてラップを歌うとか、まあ、そういう切り口なんですよ。もう本当に新しい、今まで見たことのないようなオイディプスになると思います。だから、その、ギリシャ、その悲劇だって言われるとちょっと構えちゃったりとか、理解できなかったらどうしようって思っちゃったりするじゃないですか。そこはなしだと。そうです。ちょっと敷居高いですよね。はいはいはい。あ、ちょっとしっかり見なきゃ、うん。そうじゃなくて、ほんとブラッとね、劇場にやってきて、うん、年代問わず、だからオイディプスの話を知らない方も、うん、知っている方にも、楽しめる作品になるんじゃないかなと思ってるんですよね。へー。はい。なんか僕がその古典のオイディプスを見た限りでは、うん、なんつうのかな、すごく仕掛けの効いてるっていうのかな。うん、なんか伏線の張られ方から、うわ、そういうことなんだ、みたいなことまですごく、もともとなじゃよくできてて、うんうん、で、その、僕は、Eテレの番組だったから、はい、そこに解説がいてみたいになったけど、はいはいはい、多分その代わり演出をしてるんでしょうね。そうですね。それがスッと入ってくるような。そうだと思います。それになりますね、はい。共演者はどなたとかになるんですか？オイディプスを演じるのが中村橋之助さん。はい、そしてクレヨン、私の弟ですね、うん。を演じるのが宮崎トムさん。その3人が、まあ、メインでやるんですけれども、私と宮崎さんは、翻訳以外にもいくつか。うん、やるんですよ。私は、イオカステの他に3つ、やらないといけないって言ったら、やりたくないみたいですけど、実はやりたくないんですけど。結局、二回りしてやりたくないんですね。そう。一つの役をやるのが好きなんですが、まあ、ギリシャ劇って本来ね、一人の演者が、いくつも役をやっていたんですね、その昔。うん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 、だから、その方式に則って、同じ役者が別の役をやることによって、また、イオカステのセリフや状況が、ちょっと浮かび上がってくるっていう演出なんですよ。へー。でもなんか僕自体はオイディプス王にそれだけ興味を持って、はい、今置きっぱなしになってるので、はい、どういう解釈でやるのかちょっと見てみたいし。うわ、見に来てください。いや、ぜひぜひ、本当に。ぜひぜひ。あとは、まあ、にわかが進めるのも変ですけど、オイディプス王自体の物語の力は、まあ、もともとすごいですもんね。そうですね。もう、さあ、ということで、はい、南加穂さん、はい、オイディプスレックス、ね、オイディプスの後、RE で X3 つでございます。はい、カート神奈川芸術劇場で12月の12日からクリスマスイブの12月の24日まで上演でございます。はい、なんか、すごく元気になりました。いろいろ。ああ、よかったです。お稽古前に、そのバー3の短縮バージョン30分をね、毎日やってるんですよ。すごい。きつそうですけどね。他のキャストのみんなと。痩せます？痩せます。でも、もともと痩せてるから。そうかも。ねえ、そうなんだよな。ということで、はい、南川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ伊集院光とラジオと毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は羽毛増量でふかふかで暖かい昭和西川羽毛掛け布団をご紹介します。うん、室町時代から続く西川を起源とした寝具の老舗昭和西川が贅沢な羽毛掛け布団を用意してくれました。おい、 TBS ショッピングでご紹介している羽毛掛け布団、これらの多くは中綿に 1kg の羽毛を使っていますが、今回ご紹介するものはさらに 100g 増量の 1.1kg、 羽毛が贅沢に入っています。こちらが増量分 100g の羽毛です。すごーい。 100g でこの量。すごいね。はい。100g、増やしたって言われた時に、まあ、気は心で増えた方が嬉しいよねって思ったら、ねはい、そんなもんよ、ちっちゃめのドラム缶みたいなやつに入ってるもんね。ねすごい、もう
すごい量だね。これだけ増えたら違いますよね。羽毛布団のふかふか感の決め手となるダウンの割合も贅沢なんです。中綿に使われているダウンの割合が 50% 以上なら羽毛布団と呼ぶことができるんですが、今回は 1.1kg の中綿にホワイトダックダウンを 85% 使っているんです。ここにダウンが 50% の羽毛と 85% の羽毛を同じ重さだけ筒に入れてきました。へえ、こんなに変わるんだ。羽毛は羽毛でも、はい、ダウンが特にふわふわだから、そうです、体積比4割増しぐらいにね、なってるね。すごいね。はい、ボール状の羽毛がダウンなんですけれども、うん、違いますよね。そして側生地はしなやかな肌触りで高級感のあるペイズリー柄の両面プリント。色はブルー系とピンク系をご用意しました。そして何よりお買い得です。はい、お値段は税抜き29,800円です。あ、どうす。でも実はこれで終わりではありません。敷布団もセットなんです。え、ポリエステル綿を使ったこだわりの3層構造で適度な硬さで体を支え快眠をサポートする昭和西川自慢の敷布団です。これ三つ折りできて軽いので布団の上げ下ろしもすごく楽にできるんです。すごい軽そう。はい、程よい硬さなんですよね。そして、ね、気持ちよさそう。そして掛け敷と揃ったら欲しくなるのは枕ですよね。まあ、そうね、3点ね。ということでなんと枕もセットなんです。掛け、敷、枕とすべて同じ柄の柄合わせで高級感もありますよ。さらに寒いこの時期に嬉しいフランネル素材を使用した敷パッドと枕パッドもセット。すごい嬉しい。すごい、3点どころかじゃあ5点だね。そうです、そうです。もう届いたらすぐに使える寝具5点セットです。寒い冬もこれでポッカポカ。で、親戚が集まったりこれから何かと増える年末年始の来客用にもおすすめなんです。うんうん。それではお値段です、はい、昭和西川羽毛掛け布団セットは羽毛増量 1.1kg のホワイトダックダウン 85% 羽毛掛け布団に敷布団、枕、フランネル素材の敷パッドと枕パッドの豪華5点で大変お買い得な税抜き29,800円です、うん。昭和西川のもう自信作です。こんな豪華セットはなかなかありませんので、うん、はい、ぜひこの機会に。なお本日夕方5時までのお申し込みで数に限りがありますが、あさってまでにお届けします。別途消費税と送料を頂戴いたします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。お電話お待ちしております。TBS ラジオショッピングでした。ちょうどいいタイミングだよね。はい、ここ何日かちょっと暖気が来るけど、それ過ぎるとまたって言ってましたからね。はい、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ECC プレゼンツ、伊集院光とラジオと英会話と、この時間は総合教育、障害学習機関 ECC の提供でお送りします。さあ、伊集院光とラジオと英会話とのコーナーです。英語が大の苦手な私伊集院光は ECC さんの力を借りてこれを克服して、イエイ、古典落語まんじゅう怖いをですね I'm afraid of hamburgers に今英訳している最中です、はい、ハンバーガーを、うん、a hundred a hundred and a hundred in total in total yes、お全部で、はい、全部で100個のハンバーガー買いましたさあ復習ですよ、今回もレッスンの模様を聞いてください。 Hello, Miss Julie Masamori. How are you? Good, thank you. How are you? I'm fine too.さあ、今週も引き続き古典落語、まんじゅう怖い改め、I'm afraid of hamburgers を英訳していきたいと思っております。前回ですね、はい、マクダーナルドに行って、ハンバーガーを合計100個、まあ、注文するところまで英訳しました。はい。ここで一ボケ行きたいんですけど、はい。マニュアル通り、こちらでお召し上がりですか？はい。え、100個食うと思うっていうこちらでお召し上がりですかは英語で言うと何ですか。はい、これ決まり文句でして for here f
for here。 はい。あ、前にこの放送外のレッスンのところでちょっと教わりましたね。そうなんです。テイクアウトって言わないで、はい、持ち帰るときは to go でしたっけ。そうです。じゃあここでそんなわけねえだろ、持って帰るよ。はい。これ英語だとなんて言います？例えば Are you kidding とか冗談。ああ、Are you kidding？ To go please。 そうです。で、店員さんのありがとうございましたは、まあ、Thank you ぐらいですかね。はい。まあ、Have a nice day みたいな感じのことは言ってくれますよね。なるほど。はい。で、ここで場面変わります。はい。ただいま、ハンバーガー100個買ってきたよ。この場合、帰ってきた感じだと何かしら？ I'm back。 あ、もう元気よく、I'm back! Oh, I bought a 100 hamburgers。 いいですね。ボートでもいいですし、手に入れたぞっていうことだと、get の過去形で、I got a 100 hamburgers。 I got a 100 hamburgers。 はい。さあ、ここで私の中で滑り込みで今年の流行語大賞になっています、はい、Let's bury him with hamburgers なんですけど、はい、よし、ハンバーガー層、お葬式の層ね、はい、ハンバーガー層の始まりだ、まあ、なんだろう、はい、ここ何々の始まりだっていう時に Now it's time。 ああ、ちょっとショータイムっぽい。そうですね、 It's time for 何々、その始まることがここに入るんですが、うん、あのハンバーガーそう、はい、で、ちょっと先週ムービームービーのあたりから、おうおう、ミリタリー系の、はいはい、イエスサー、はい、っていうところもありましたので、はい、なんとか作戦の始まりだ、はい、みたいな、ハンバーガー作戦、ハンバーガー作戦でいこうかなと思うんですが、お、じゃあどうなりますか？作戦っていうのがオペレーションっていうのが、オペレーション、はい、操作とか。シューズもオペレーションなんですが、例えばイラク戦争で多国籍軍が砂の嵐作戦っていうのをやったんですけど、はい、あれはオペレーションデザートストームって言うんですね、はい、なるほど。で、It's time for operation desert storm のところを Now it's time for operation hamburger。 So yes sir。 そういうことですね。で、今度は、オペレーションハンバーガーズ始まりましたんで、はい、まず、扉の向こうのあいつに、体調どうだ？ Hey, are you okay? でいいのかしら？はい。薬でも飲むか？みたいのは。必要か？ Do you need any medicine？ なるほど。ドアを開けてくれないか？は。これは can you？ でいけます。開けれるか？Can you open the door, please? ここは優しい感じがいいんだ、ね。そうなんですね。Hey, are you okay? Do you need any medicine? Can you open the door, please? でいいのかな？いいです、いいです。はい。で、ここでナレーションです。はい。するや否やなのかな？はい。ドアが開くや否や、はい。みんなが一斉にハンバーガーを投げ込んで、はい、すぐドアを閉めるんです。はい。As soon as 使いますよね。はい、そうですね。ドアが開くや否やですので、As soon as the door opened。で、投げるはスロー。スロー。で、過去形はスルー。スローの過去形がスルーなんだ。はい。そのまま they で繋げていいんですか？はい。はい、they threw the hamburgers。はい。うん、で、どこにめがけてっていうのを入れるんだとすれば、彼に向かってですので、at him。で、ドアを閉めた。and, shut the door。うん。shut は、close と同じですが、ピシャって感じです、ね。ああ、なんか雰囲気は伝わりますけど、shut out とか、まあ、shut。そうですよね。はい。shut up とかも言いますよね。あ、shut up。黙れのあの、shut up の shut。はい。へえ、確かにシャットの方がピシャっていう感じしますね。なんか音的にも。うん。はい。じゃあ、as soon as the door opened。うんうん。They threw the hamburgers at him。うんうん。And shut the door。いいですね。はい。うわ、なんか中学校の時学んだやつがやっと役立ちましたね。はい、はい、そうですね。
さあこの後どんな反応が返ってくるかと。なんか、はい、英訳をお願いしてたり、はい、英訳しようとすると、はい、この話はシンプルに今どういうことを言おうとしてるんだみたいなことを一回考え直すから。ああ、どういう意図があって、どういう真意で。この段階では、もう騙そうって思ってんだとか。はいはいはい。こんなことを30年前に考えておくべきだとか。今じゃないなと思いながらね。今回は、Are you kidding? みたいなの好きですね。Are you kidding? Are you kidding? あと、あれが良かった。It's time for Operation Hamburger! Sir, yes, sir! ちょっとこのミリタリー用語が出てきてかっこよかったです。さあ、ということで。ちょっとずつ出来上がってます。まあ、年内には完成ですわね、ね、これね。完成したらちょっと繋げたいですね、きちんとね。ね、ということで、伊集院光とラジオと英会話とでした。TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングです。まずは本日の佐々木翔のメッセージですが、紅葉した桜の落ち葉で布を染める方法を検索したという、はい、足立区のよっちゃんさんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。その他ご紹介させていただいた方へは番組ステッカーを差し上げます。はい、さあ明日のゲストですが、明日のゲストはすごいよ、亀田兄弟の三男と長男が揃って登場という、わお、WBC 世界スーパーバンタム級暫定王者でプロボクサーの亀田智樹選手と、はい、元プロボクサーの亀田光輝さん、はい、亀田光輝さんはバラエティ番組でご一緒したことあるかな。あ、そうですか。よく出てらっしゃいますもんね。なんかね、ぐんぐん大人になってった感じ。はいはいはい。なんか お父さんを通り越して大人になってった感じかな。へー。じゃあ下二人の面倒もすごい見て。そうだと思うよ。だから今回こうやって、あの、二人で来てたら、この二人の対比とかも面白いかなと思いますけどね。はいはい、いろんな話聞きたいと思っております。はい、さあ、まあ、あとはそうですね。今またネット履歴をさ、はい、スマホのやつで見てみると面白いね。キノコが売ってる道の駅とかいろいろ探してましたね、僕は。そうですね、いろんなもの、リンゴ一個のカロリーは、これは多分戸隠しで急にリンゴをもらって食べるかどうか迷った時に検索したやつですね。何か思い出しましたら皆さんも履歴を見てですね、ね、あ、これあん時こういう理由で検索したらなんて回答を送ってください。お待ちしております。ということでこの時間のお相手は新井真希と伊集院光でした。この後はジェーンスー生活は踊るです。